現役のエンジニアさんがここから学ぶんだったらとか、おすすめの技術みたいなところを1個決めていただいて、皆さんで話し合っていただければと思っております。いい案件獲得するとか、高単価いい仕事っていう意味でこれ取っとくとキャリアアップになるなって思って入れました。これは身につけた方が10年後20年後より希少価値が上がる時代になってくると思います。今の環境に不満で新しいことやろうとするんですけど、そんなことやってると浅く広くなっちゃうんで、一歩目のきっかけになりやすい技術だとは思っていて、幅を広げるためのスタート地点としては結構いい技術なのかなと思って書きました。エンジニア会よし、少しずつ恒例の企画となってまいりましたが、はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、この企画ではテーマに沿って現役エンジニアの皆さんに討論していただければと思っております。今回の企画ですが、現役のエンジニアさんがここから学ぶんだったらとか、おすすめの技術みたいなところを1個決めていただいて、皆さんで話し合っていただければと思っております。いつものようにホワイトボードが置いてありますので、書いていただければと思います。一斉にホワイトボードをオープンしていきます。オープン、ドン、はい、おお、かぶった、かぶった、なるほど。丸山さんからお願いします。ずるいですかね、目の前の技術ですね、完全に、はい、エンジニアたるものどんなものでもかかってこいみたいな精神は絶対必要だと思うんで、目の前にあるサービスに使われている技術をとにかくマックスで学ぶ、極める、理解するみたいなところは絶対必要かなと。今の環境に不満で不安でとかで新しいことやろうとするんですけど、そんなことやってると浅く広くなっちゃうんで、とにかく目の前のことを極めていくっていうことが年収アップとかね、フリーランス転向とかってところに生きてくるんじゃないかなと思ってます。目の前のことでやれないやつじゃ何も仕事来ないと思うんで、まずは目の前の業務を全力でやる、それが VBA だろうが、コボルだろうが、よくわからない言語だろうが、とにかくマックスで前のめりで学ぶっていう感じですね、僕の。はい、それだな。まとめるのやめてもらっていいですか。最後でよかったじゃないですか。言語とか技術要素でいくのであれば、パッと出るメタバースに使われている技術を学びますかね。ユニティとかですか、メタバースだと。 そうですね、そのあたりを学んどくかなって感じですね。投資ですかね、未来への、うん、何か意見とか質問があれば。これ否定はできないですね。目の前の技術もう学ぶことなくなった人は環境を変えた方がいいんじゃないですかぐらいですか、ね、学ぶことがあるんだったらひたすらそこに身を投じて学ぶ。そうですね、学ぶこと山ほどありません、多分きっと、うん、運用保守でもう20年同じことやってますから。意外と地方の会社に勤めてるエンジニアとかいるんですよ、うん、エンジニアファーストでカジュアル面談させていただいてて、ご応募いただく方が1年目の方とか2年目の方で、現状やりたいことと違ってるんですよみたいな、学ぶことあんまなくてみたいな方もいらっしゃるので、この回答が多分出るのかなっていうのもありますね。学んでいればね、どんどん新しい仕事降ってきますから、頑張りましょう。次ですね、加藤さんお願いします。クラウドアーキテクチャ、クラウドって書こうと思ったんですけど、アーキテクチャが適切かなと思って、クラウドアーキテクチャというふうに書いておりますと。エンジニアたるもの、選択肢を常に持つべきだと僕は思っていて、エンジニアリング能力イコール選択肢の数だと思ってるんですよ。一つのことをするにしても、この言語、このアーキテクチャ、このインフラ設計ってなんでその意思決定をしたかっていうプロセスが大事だと思っていて、その選択肢をクラウドアーキテクチャは無限にくれるっていうところが魅力だと思ってますと。最近生成 AI とかあると思うんですけど、生成 AI が行きづらいところってやっぱ引きの要件的なところがあると思うんですよ。クラウドアーキテクチャが分かれば、引きの要件をどう満たすべきなのかっていうところの本質的な回答が手に入るようになるので、これは身につけた方が10年後20年後より希少価値が上がる時代になってくると思います。今後エンジニアって AI でなくなってくるんじゃないですかみたいなところの恐れてる方とかも結構視聴者でもいらっしゃるので、そういう方が参考になればっていう形です、はい、クラウド運用とか AI にできたことはないので、それは人間しか知らないところなので、イベントあって PV が上がるなんて分かんないじゃないですか。そういう時に良しなに対応できるっていう力すごく重要なので、そういったところも含めてクラウドアーキテクチャっていうことですね。これ見て学ぼうみたいな人がどうやって学んだらいいとかってあったりします？エンジニアも本当に時代難しいなと思うのが、便利すぎて今エンジニアの世界が、例えばクラウドランとかで適当にコード書いてる本番デプロイできちゃうって時代だと思ってて、それに頼っちゃうとダメだと思ってますと。まず前提、できれば ECS か AKS は使いましょう。 Docker 使ってちゃんと動かしましょう。オールインワンのクラウドサービスみたいに乗っかったりとかしないで、ちゃんと RDS とか立てて、ネットワーク通信とかもろもろ設定した上で見えてくる世界があるので、逃げずに原始的な設定をしていって見てほしいなと思います。テラフォーム使おうとか最初からしなくていいんで、マネージコンソールでいいんで、やってみてちゃんと運用してみましょうというところですかね。今のエンジニアさん、それができない環境になっちゃってるので、良くも悪くもフロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニア、 SRE 的なエンジニアで分かれちゃっているので、そこをまるっとできる職場だと難しいと思うので、プライベートでやるしかないかなと思います。これに関してはそれでやって得れる知識量とか経験とか得れる価値ってすごいでかいと思うので、やってみてほしいなと本当に思いますね。動画の途中ですが、エンジニアなら必見、エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。
またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。生徒さんとタンタさんがタイプスクリプト、めちゃめちゃ案件増えてきてるというか、タイプスクリプト案件、これはもう正解ですよ間違いないですお二人とも同じ回答なんですけど、生徒さんからよろしければいただいてもよろしいですか。案件数とか単価の部分でニーズがあってお金になるんだろうなっていうのがここかなと思います。とフロントエンドもバックエンドも最近だと使われるし、ちょっと前だったらなんかコーヒースクリプトとか競合がいたんですけど、この人一択になっちゃったんで、とりあえず学んで損はないかな。経験者の人であればよりいい案件獲得するとか、高単価いい仕事っていう意味で取っとくとキャリアアップになるなって思って入れました。初学者的なところでいくと難易度ってどんな感じなんですかね。今大学生の方とかで見てる方とかもいるんですけど、 JavaScript は絶対挟まないといけないかなと思うんですよ。でその後はそこまで難しくはないんじゃないかなと思います、うん、基本的には JavaScript ベースで、あとまあ静的片付け言語の要素が入っていくんで、そこ慣れないかもしれないですけど、 ChatGPT さんとかもあるんで、聞きながらとかチュートリアル見ればとか。あ、私これ動画出してました最近。あまさかのね、知してる。1時間ぐらいなんですけど、無料なんでそれでいいですね。はい、ずるいな概要欄に貼っておきますので、ぜひ。タヌさんもタイプスクリプト言うことはございません。知らない、喋りすぎました。潰しが効くっていう意味が一番強くて、動画見られてる方もフルスタックでフロントバックエンドインフラ全部やりますって方ってそんなには多くないと思ってて、何かしら尖った専門領域がある人がほとんどだと思うんですよ。そういう人が技術的な横展開をしたいとか、バックエンドメインでやってるけどフロントやりたいとか、今タイプスクリプトってフロントとバックエンドでも使えるし、インフラっていうとちょっと語弊がありますけど、 AWS でラムダで関数書くみたいなところにも使えるし、手広くいろんなところに使える技術ではあるので、今より少し違う領域に軸足ずらしたいなみたいな一歩目のきっかけになりやすい技術だとは思っていて、担当できる幅を広げるためのスタート地点としては結構いい技術なのかなと思って書きました。 JavaScript をある程度書いてる人は割ともうすぐできますね。何かしら他の静的片付けの言語を触ったことある人であれば、 JavaScript でも最近片付けて書くのが結構一般的なので、ライブラリーとか使って本当に素の JavaScript を書いてる人っていうのも意外と世間では割合は低くて、タイプスクリプトの概念はすぐキャッチアップできると思いますけどね。少しやってればね、今後質問来た時に勉強してましたっていう風に言えるんで、必ずやっといた方がいいですね。僕もタイプスクリプトダメです。簡単に浮気するタイプタイプスクリプトってなんで強いんだろうと僕思うのが、 JavaScript がベースっていうのがでかいと思っていて、フロントエンド開発って Web アセンブリーが出ても JavaScript 一強っていう時代が当分続くんで、 Web ブラウザっていうのが強すぎて、そのブラウザがいつかなくなったら JavaScript、タイプスクリプト一強時代なくなるかもしれないんですけどっていうのはめっちゃ思います。だからタイプスクリプトが本当に強いんだなっていうのは思うところであって、リアクトとかビューとか生の HTML とかじゃなくてタイプスクリプトがいい理由とかあるんですか。イコールみたいな話ですよね。でもタイプスクリプト使えばどっちかはやると思うので、もちろんその辺もいいと思うんですけど、トレンドに左右される技術なんですね、その辺っていうのは。なるほど。それよりはこの辺はちょっと前まではトレンドによってたけども浸透してきている技術なので、かなり長く残るかなって思います。5年後10年後とかで言うと、リアクトビューの覇権が崩れる可能性は全然あると思ってるんですよ。けどタイプスクリプトの覇権はさすがに10年じゃ崩れないだろうから、どの新しいフレームワークでもタイプスクリプトベースですもんね。単価も高くなってますもんね。 2,3 年で80万円とか出る案件もたらにありますし、案件を見てて 4,5 年前って JavaScript とか TypeScript のこうフレームワークで Vue と React の2強かなみたいな時から、今って React の1強かなみたいなイメージあるんですけど、 Vue がそこに追いつけなかったみたいなって理由ってあるんですか。フレームワーク自体は結構追いついてて、 Vue 3 ってのが出たんですよ。そこからセットアップスクリプトみたいなのが出て、 React like に Vue が書けるようになったんです。ビューってこれまでの弱みが大規模開発ができないみたいに言われてたんだけど、それができるようになったんで、ビュー3自体はリアクトもなんかビューに寄せてきてるし、ビューもリアクトに寄ってきてて融合するんじゃないかなと僕は案件はまだないのかもしれないですけど、そういう感じかなと思います。難易度はリアクトの方が高いみたいなのを聞いたことあって、それって環境の問題かと。例えばビューだと日本語のドキュメントがかなり最初の方からあったんですよ、公式で、はい、リアクトは遅れてきたんですよ結構。そもそもリアクト作ってるのメタ社ですみたいな。ビューがアリババがスポンサー入ってる
るんですけど、元は個人開発者の人で、そういう意味だとリアクトはメタが作ってるし、さらにそれをラッパーするライブラリの Next.js って、これもバーセルって会社が始めて、リアクトを作ってましたっていう人が何か流れてやってるっていうんで、かなり盛り上げようっていう会社のエコシステムが強いですねっていうので差ついたのかなっていう気もします。みんな超詳しいですね言語以下とってもどこで情報収集皆さんされてるんですか、そういう IT 業界のトレンドじゃないけど。会話しますよね、取引先の企業の人とか、なんでこういう意思決定したんですか、今最近こういう時代なのにみたいなところとか、最近こういうの流行ってるみたいな雑談みたいな。メディアっていうよりかは人と会ってみたいな。そうですね、メディアから入手する情報もありますけど、あとはやっぱ海外が早いですからね。僕はもうちょっと技術を追ってた時は、一技術の著名人って何かしら基本あるんですよ、うん、リアクトといえばこの人みたいなとか、はい、そういう人の SNS フォローしてとかそうすると勝手にバージョンのアップデートの情報とか入ってきたりもするし、ね、プログラミング言語インフルエンサーがいるんですね。エヴァンジリストっていう、ね、ちゃんとした名前があるんで、そういう人たちは。僕も前回の動画で年収1000万いくなら飲みに行けって話を多分しましたけど、人と会うのは大事ですね。現役のエンジニア様が回答してくださっているので、視聴者の皆様、クラウドアーキテクチャ、タイプスクリプトで目の前の技術っていうところにコミットするっていうところですかね。これが大事、これが大事まあこれ逃げてこういうのやっちゃうと一番良くないんで、ね、ぜひご参考になればと思います。本日のエンジニア会議は以上となります。ご視聴ありがとうございました。弊社ですね、今一緒に働ける営業マンの募集も随時しております。フリーランスとして SES の営業をやりたい方、概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせの方もお待ちしております。はい、年齢はだいたい20代から30前半まで、特に必要スキルとかはないです。時期とかは相談で、池袋に最初は出社する可能性が高いです、はい、お給料とか細かい部分は Zoom とかで軽く10分とか15分とかお話しできればなというふうに思いますので、興味があったらぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい。